私は専業主婦を27年間してきて、仕事をするという感覚とか全くなかったんですけれども、もうだからゼロからのスタートで、ネットもわからない、パソコンも上手に扱えない、もうゼロというよりはもうマイナスからのスタートで不安でいっぱいでした。お会いした時のオーラなんですけど、生き生きとされている姿と、目をキラキラさせて私にお話をしてくださったのと、人間性に惹かれて私の不安を一から全部聞いて受け止めてくださって、最後にそれで私についてきますかって言われた時に、もう一言ついていきますと、私がこの2年間貴子先生のそばについて勉強させていただいて、何より180度人生が変わりました。それは私の身近にいてくれる人が一番その変化を感じていて、2年前の自己否定ばかりしていた自分が、2年後には自分を肯定する力、それを身につけることができました。それは貴子先生が一つずつ私に教えてくださって、自信をつけさせてくださって、私の何歩も前を進んで私に明かりを照らしてくださったからです。私の周りにいる人はこの私の変化でどれだけ貴子先生が素晴らしい方かを認識していただけると思います。